地下まで行かれますか。そうですか。また。覚悟はできとんのか。すげえ。うん。覚悟だ。取らせやがって。何見てんの。やんのか。しばらく寝てろ。
勘弁してくれよ。ありがとうございました。しばらく寝てろ。はい。
らっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。時間食っちまった。しばらく寝てろ。強そうだな。殺すぞ。
たく、時間食っちまった。てめえら誰に向かって口聞いてんだ。この人誰だと思ってやがる。堂島の竜、桐生一馬さんだぞ。おい、マジかよ。やべえよ、あの伝説の男だぞ。俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。ああ、こうなったら誰も止められねえ。おめえら死んだな。運が悪かったんだよ、お前らは。すいません、すいません、これで勘弁してください。ちぇ、兄貴、最近のガキはしけてますぜ。バカ野郎、だからガキは寄せって言ったじゃねえか。待てこら。
はあ、無銭飲食は良くねえな。この間の野郎じゃねえか。何しに来やがった。こいつがよこした用心棒ってか。舐めやがって。俺を誰だか分かってんだろうな。この人ね、道島の竜図、桐生一馬さんだぞ。ビビってんな。そりゃそうよ、堂島の竜相手にビビらねえやつなんていねえ。おい、どうする用心棒さんよ。キリュウさん、今日のところは冗談じゃねえ。俺は今最高に機嫌が悪いんだ。おら、俺らを誰だと思ってやがる。どうしてもダメですか。てめえ、俺をとうとう切れさせちまったようだな。死んで詫びても許さねえぞ。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。強そうだな。
絶対やんのか。時間食っちまった。
ライラしてんだよ。泣かすぞって。手間取らせやがって。寝てろ。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは、俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間の親さんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか、なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて東条会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた東条会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうね、そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。Majima Saga Chapter 1 has been unlocked.
Stardust. I was just there.本当にお久しぶりですね。ああ、あれから1年だ。ああ、あの時は加瀬さんにはお世話になりました。いや、こっちこそ鞘のことで世話になった。鞘？俺の一人娘だ。鞘ちゃん、お元気ですか？毎日楽しそうに美容院の専門学校に通ってる。そりゃよかった。しかし、初めて会った時はチンピラみたいだったが、 店長らしくなったもんだ。いや、まだまだ勉強することがたくさんあります。いらっしゃいませ。おお、久しぶりだな。こちらは俺の昔の先輩で警視庁の河原さんだ。あんたが和樹さんか。よろしくな。警視庁、よろしくお願いします。 不愛想なおっさん二人で押しかけて悪かったな。いいえ、ところで今日はどんなご用件で？お前だけに話があるんだ。あ、俺つまみを用意してきます。お話とは？今から1時間後の午前1時、ここへ捜査陣が ガサ入れに来る。え、どうしてうちの店に？ここだけじゃない、めぼしい風俗店、飲み屋、カジノがターゲットだ。何かあったんですか？この前のミレニアムタワーの爆破だ。確かな情報によると、どうやら外国人の組織が欲しいらしい。外国人の組織？あれだけ派手にやられりゃ警視庁のメンツは丸潰れだ。そこでだ、 400人の捜査人を動員して不法滞在の外国人を一網打尽にするって作戦だ。でもこの店には不法滞在の外国人なんて一人もいませんよ。不衛法にいろいろ引っかかったことがあんだろうが。早いとこ店閉めねえとしばらく営業できなくなるぞ。ええ、まあ。でもどうしてそんな重要な情報を私に？1年前この店には迷惑をかけた、そのお詫びだ。 そうだったんですか。いや、伊達さん、河原さん、本当にありがとうございます。さあ、これで奴が組織の人間なら仲間にすぐに知らせに行くはずだ。 俺には信じられねえ、 奴が海外組織の一員だなんてな。 あれだけのことをやらかした組織の一員だ。 簡単には見破られやしねえさ。 本日の営業はこれで終了となります。 誠にありがとうございました。 変わった様子もねえようだ。 組織の一員だなんてガセネタじゃねえのか。 奴はみんな 警戒すんだろう。いつまでもここにいたら不死だろう。まだ上がらねえぜ、奴がどう動くか。何？ほら来た。行くぞ、誠。ちょっと、どうしたんですか、伊達さん。 行くわよ。
行きましょう。I was wondering, when I was gonna hook up with him. I thought he was just gonna be at, yeah, you know. I just thought for sure that he was just gonna be there like on the last game. He was just like chilling there and I just go to him whenever. I didn't go to him that much. Man. Hi. Hi. Yeah, he just so happened to be outside. Yeah. Nani? Oi. Like a lot of sub stories, people you meet become allies. Kill them. Yeah, like that. Boom! Right on. Shakedown squad.
おい。おい。え？はあ？はあ？え？はあ？ああ。Yeah!
おい。
Come on in!
Yo, these dudes are tough, man. Oh.
ほっほう。ほっほう。くそ。伊達さん、キリュウか。あのキリュウ、カズキ。キリュウさん、これはどういうことなんだ。俺にも説明がつかねえ。カズキを追ってきたらこの二人が立っていた。私が本物です。こいつらに監禁され、気づいたらここにいたんだ。でたらめを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。どうしてここに来た。午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。何だと。やはり罠だったか。どうやらそうらしいな。何の真似ですか。河原さん、俺たち3人をここにおびき出したのは偽物の方だ。そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。俺は違う。黙れ。手顔なめんじゃねえ。なりはそっくりに真似られても、声だけはどうにもならねえんだ。店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだ。正直に言え、どうして俺たちをここにおびき出した。何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。とぼけんな。お前の裏でこの筋書きを書いたのは誰だ。やめろ。
あんた、また俺の前で人を殺すのか。勘違いすんな、誠。こいつはお前の知っている和樹じゃない。組織の構成員だ。証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ。勘だよ。なんだと？あんたは刑事の勘で人を撃つのか。刑事の勘なんて甘ちょろいもんじゃねえんだ。食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺には分かるんだ。こいつの体から血生臭い匂いがプンプンするんだ。あんたはどうかしている。来んな。おう、河原さん。和樹。キリュウ、昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前か。大吾はどこだ。死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっと分かったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと？どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ。結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。今だ。撃て。迷うな。撃つんだ。おう。遺跡。神。Raised。守護だ。銃声がしたから駆けつけたのよ。逃げるぞ。どうして逃げるの？これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。あ、なんだって。ああ、何。
怪我をしてる。頼む。カーラさん、それにお前。すまん、至急治療してほしいんだ。あ、どうしたんだその足。俺よりそっちの方が重傷を負ってる。何をやらかした？銃で撃たれた。ん？この男確かカムロ町で有名なホストじゃないか。早く処置しなければ危険だ。おい、手術室に運んでくれ。少し時間がかかりそうだ。理由は聞かねえが、もし追われているのならあんたら二人はよそで身を隠してた方がいい。ここにいたら目立つからな。分かった。いや、はい。Stream.